松葉すげはげ属の植物の一つ。花茎の先端にこぼが一つしかつかない。松葉すげは単子葉植物、かやつり草かげ属に含まれる多年草である。花茎の先端にこぼが一つしかつかないため、外見的にはちょっとすげ以外のかやつり草かの植物のように見える。地下茎は短く、横に入ほふく茎は出さない。葉は細くて長いが、花のある時期には伸びていない。 花は春に出る。その時点では、葉はほとんど伸びず、花形だけが束になったような姿になる。花形は細くてやや硬く、高さは40センチメートルに達し、断面は三角をしている。木部に数枚の葉がある他は先端まで節がなく、筒が先端に一枚ある霧であるが、これも小さくて目立たない。昆布は先端に一個だけつく。有刺性で先端部が細いオバナ 木部側が太いメバナブである。尾花はやや褐色の鱗片が集まったもので、メバナブとほぼ同じくらいの長さがある。メバナブは、花砲が密生する。花砲は高卵形で短いくちばしがあり、長さ2ト、mm、ルくらいまで開け出して軸につく。湿地に生え、時には水田のあぜなどにも見られる。名前は、緑色の茎が束になって出る様子を松葉に見立てた、ものらしい。 日本では本州から九州まで、国外では朝鮮、中国、ウスリーに分布する。古墓を軸に一つだけ付けるスゲ類はいろいろあり、大抵は先端にオバナ部を持つから似たところが多い。最もよく似ているのが針金ゲである。一般には松葉スゲよりオバナ部が短いこと、下方がやや大きいことで区別されるが判断が難しい場合もあるようである。また、 白子スゲは、花帽が細長くて軸に密着すること、葉がよく発達するので印象はかなり異なる。他にも、コボを一つだけ持つ、スゲ類はいくつかあるが、多くはより小型である。その中でコハリスゲなどのハリスゲ類は全体に一回り、小さく、コボが短いものが多いが、かなり似た植物である。コボが一個だけのスゲ属は、かつては多系統であり、 様々な系統から出てきたものと考えられてきた。例えば本種は、針金すげや針すげ類と共に日ごくサブシとする説もあった。しかし、近年はその多くが一つの系統に属し、杉属の系統樹のかなり基部に位置するものと考えられている。その中でも、本種のように有志性のコボを持ち、目花が数個以上はあり、下方が卵型で成熟すると開け出し、 また飯辺の中東が参列するのものを、勝山は、ハリスゲブシセクト、ララエとしており、以下の十種を挙げている。この類は、近年に、地方変異などに基づく新種が記載されている。改定前の道書、勝山ではこの節に7種が挙げられており、追加された3種はこの間に記載されたものである。今後も追加があると思われる。例えば、北村田。ありがとうございます。